古から熊野信仰の聖地として崇められてきた那智の滝。この名瀑を生んだ山々の近くに色川地域という山里があります。全国的に過疎が進む山村、ところがふるさとの原風景を色濃く残すこの色川地域に、その過疎の波に一石を投じる新しい形が生まれています。毎年数世帯の新規定住者が転入し、人口に占める割合が3割を超えているのです。その受け入れの中心にあったものは、住民たちがこの土地に込めた熱い思いでした。こちらに定住して子供を今に通わすと言っていると、この会が目指す地域の姿とは何なのでしょう。紀伊半島の先端に位置する和歌山県那智勝浦町。この町の山間部に色川地域があります。人口450人余りの小さな山里ですが、住民の3分の1が Iターン者、つまり他の地域からの転入者という、どの自治体もが羨む地域なのです。その新規定住者を受け入れてきたのが、平成3年に設置された色川地域振興推進委員会です。9つの地区から選ばれた委員25人で構成され、およそ月に一度集まり、地域の問題点などを話し合います。この委員会には7つの班があり、それぞれが地域振興のために活動しています。その中の加護会は、加護地区にあった小学校跡を改築してできたふるさと塾という施設の運営などを担っています。ここは Iターン希望者などに1年間住んでもらい、農林業を学んでもらう施設です。ここに住むことで技術だけでなく、人々や地域に溶け込み、定住に向けて住居を探すこともできます。円満寺公園部会は、オートキャンプ場やバンガローなどの地域のレクリエーションの中心である公園の運営を担っています。下駄履きヘルパーの会は、介護の時給を目指し、お年寄りの手助けを気軽にしようという集まり。産品販売部会は、色川で生まれるものをブランド化し、販売を促進する部です。中でも山の地形を生かして栽培が増えたお茶は、色川の農業でも主要な作物。これをブランド化していき、活性化を図っています。両国園というブランドを立ち上げ、加工・製品化して自分たちで販売しています。ここの代表を務めているのは富山哲也さん。富山さんも5年前この色川に Iターンでやってきました。この日はこの地域で人気の高いほうじ茶を作っていました。夜と昼の温度差が大きいとか、朝よく霧が発生するとか、気象条件とか大体を比べたら、うちとかよりもいいお茶ができるはずだっていう話なんですけどね。ここのお茶は無農薬で栽培された茶葉にこだわり、たくさんの製品が通販で全国に売られています。山村留学部会田舎暮らし体験班定住促進班は、Iターン希望者の受け入れを担当する部署です。また
色川に定住を希望する家族がやってきました。大阪に住む平田さん一家です。平田さんは10年ほど前から田舎暮らしに憧れ、5年前にここを訪れて以来移住を考えてきました。こちらは入植者の方がね、たくさんおられて、それでまあいい人ばかりでね、やっぱり実際はそこにおられる地域の方との暮らしになると思うんで、その方々と自分たちがどれだけね仲良く合うか合わないかというかがあると思うんで、その辺がすごい、ここやったらみんなさんと一緒にやっていけそうかなっていう感じをすごいしたんで。平田さんは満を持して色川地域振興推進委員会に連絡を取りました。すると定住促進班から地域をよく知ってもらうためにと十数件の住民への訪問を指示されました。最初に訪れたのはその定住促進班の班長である竹内さんのお宅。ここの家でもね、結構ここの家だったね。竹内さんも20年前に I ターンでやってきました。このように訪問する決まりは、竹内さんらが移住してきた時の経験からお互いのことを知り合っておいた方がいいと生まれました。向かいますか、大丈夫。ヤクザなんて1年で大体決まってるから、やる何をいつもかやる、それの繰り返しやから、で何回か失敗してそのうちを覚えていくっていう。ただ初期投資ってさ、やっぱり怖い本だけではちょっと偉いから、ちょっとさ小さな幸運とか買ってたらそれなりのまあ100万円はいるかな、みたいしたら。それ消防団も入ってよ。ああ言われました。そうですか、うん、もう若いしね、もうすごい機会期待の消防部だよ。あと何入ってもらおうかな。あの女の人は緑の会って言うんだよ。だからそういうとこ入って女の人のつながりっていうのができるから。で地区によってちゃうんやけど、こっちの方が結構まとまりがあって、女の人ね。都会の人間が煙たがる内容もざっくばらんに、田舎での役割やつながりの重要さを話します。やっぱり村全体の人は分かった上で、それ入る人も村全体のことを分かった上で入った方がいいんじゃないかっていうことで、この形ができたっていう感じです。やっぱり正直に田舎はもう大変だっていうのを、辛いっていうのを正直に言って、それを覚悟で乗り越える人でないとこういう田舎は住めないと思う。次に平田さん一家がやってきたのは色川地域振興推進委員会の会長原さんのお宅です。出てくる生活っていうのは考え方によってピンキリなんですよ。かなり都会の暮らし背負って生きてたまんまうずらある人は結構失礼しますわ。原さんは今から30年前にこの色川に住み始めた I ターンのいわば一期生。ずっと農薬を使わず有機栽培にこだわってきました。自分の手で雑草をむしり取ります。面積の小さな段々畑で大量に作ることができないので、有機栽培の野菜の方が価値が上がり、虫食いでも売れるのだそうです。経済的に食えるか食えんかって、当然それは日々大変な問題なんだけど、こういうところでずっと暮らしたいかっていう気持ちの問題だ。それを考えるともう30年近くおるけど本当離れたくないな。まあ後で慌てないけどね。どうやって食べていこうかって言って、でもその居場所として自分がほんまここおりたいなって思うところがあるいうのは、そういうところでいるっていうのはすごい幸せなことやと。だからまあ、ね、贅沢に恵まれてるっていうことになるんかもしれんね。原さんの主な収入源は有機野菜と600羽の鶏。無農薬の雑草は鶏の重要な餌、そして鶏糞が肥料へと循環型の農業に徹してきました。
この卵が生活の糧。安全で味が濃いというこの卵は地元で人気です。一つ一つ大事に大事に夫婦で磨きます。ここで家族が生まれ、自給自足の生活。この土地が3人の子供を育ててくれました。そんな原さんのお宅を訪ねていた平田さん一家、原さんにお昼をご馳走になります。これらのほとんどが原さんが作ったもの。米最初に作った時は感動やね。アイターンの大先輩、目指す生活がここにありました。取れたてですね、お米は。でこれから地域を担っていただくためにも、いろんな経験をたくさん積む時間があるという意味でも若い人たちに期待をするという部分が大きいですね。ハイターンの先輩だけでなく、地元で生まれ育った人の家も訪れ、いろいろと話を聞きます。水曜日は日曜日か、はい、あと何軒かもある、はい、あと5軒ぐらい行事とか自役とかね、そういうもんはあるけどね、やれ宮や寺ややれ会館掃除したりとかね、うん、そんなにね知れたもんやけど、どうしても出んなんていうのは、みんなに従ってね、やれや普通なに文句はないから、だって自分の息子が帰ってこないからね、だから自分が年いってきて、人が入ってこなんだら困るのは自分たちやから、それで地域を守っていけるかって守っていけんからね、まあ多少いろんなトラブルみたいなのはあるけども、これはやっぱし、時代とか年齢の差とかいろんなもんが絡んでくるから、これはやむをえんかなっていう気はするけどね、常に変化はしていくんだろうなと思うね、この地域では時代の変化を感じ、30年も前からアイターン者を受け入れてきました。そして今、地域振興推進委員会のメンバーも半分以上がアイターン者が占め、自分たちの土地を守っていこうと情熱を傾けています。地元の人が僕らに気を使っても無理やから、僕らから地域のものが地元の人に気を使っていくように努めないと無理。田舎のルール、生きることの厳しさを素直に伝え受け入れていくというこの会の方針は、定住希望の人たちにもしっかり伝わっています。本当の話やと思うんで、それを隠してね、とりあえず済ませろっていうのがあって、もうほとんど全部言っていただけてるんで、だから逆にまあ入った時にそのギャップが少なくていいと思います。推進委員会の行事を終えた平田さんは、半年から1年以内にこの色川に移住することを決めたそうです。色川地域振興推進委員会はこのような形で長年継続して定住者を地域に呼び込んでいることが評価され、平成19年度の総務大臣表彰を受賞しました。もうみんなでどういう村にしていこうかっていうことを考えるのは自分のためにっていう意識がほとんどにあるんちゃうかな。だから、そういう人が結構多いから、あえて各地区で委員さんで出てきてもこう熱い議論になっていくということで、まあちゃんちゃんバラバラの時もあるしね、それはええことやと思うんですけどね。